じゃがいもは春じゃがと秋じゃががあって、今自分も旬ですね。ツナとじゃがいものおつまみサラダです。ラップしてこの状態でレンジにかけていきます。スッとね入る状態。ポテトサラダみたいには潰して和えるわけじゃないじゃないです か固形の状態なんで、このまま冷やせるんですよ。このサラダはですね、キリッと冷やして食べてもらいたいですね。まあいいや、全部冷たいし、じゃがいも固形で結構サイズ感あるから淡白な感じしそうなんですけど、しっかりしてますね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはツナとじゃがいものおつまみサラダです。じゃがいもは春じゃがと秋じゃががあって、今自分も旬ですね。なので好きなじゃがいもの品種を選んで自分の好みの、おつまみサラダを作れるんじゃないかと思うんですけれども、今日9月16日は保湿クリームの日だそうですね。はい、早速作っていきましょう。なんかその今日の日シリーズは結構最近、きっかけになればと思って。きっかけになったんですか？なってないですよ。では材料紹介ですね。じゃがいも、今日メークインです。玉ねぎ、ツナ缶、ニンニク、フレンチマスタード、お醤油、オリーブオイル、黒胡椒。素朴ですね。じゃあじゃがいもをまず噛む子かな。一体今まで何個のじゃがいもを剥いてきたんでしょうね。と考えます。そういうこと。いや、1000いってるかどうかって言うんですか？1000はいってないじゃないですか。絶対いってると思う、1000は。切っていきます。まあ、一口で食べやすいサイズって考えてればいいですね。はい、じゃがいも切れたらラップして、これでレンジにかけていきます。600ワットで5分。じゃあじゃがいもをレンジにかけてる間に和える用のボウル用意してもらって、ツナの油少しだけ使いたいですね。なのでこうやって絞るんですけど、ちょっと完全には絞りきらないで少し残したい。こんな感じかな。そしたらツナ入れていきます。じゃあツナ入れたボウルの中にまず玉ねぎみじん。で、僕は玉ねぎ辛いの好きなんで結構さらさないことが多いんですけど、こうやってみじん切りしてものすごく強く目が痛くなるんだったら結構辛い可能性があるから、一瞬その場合は水にさらした方がいいですね。入れちゃいます。で、ニンニクちょっとですね、結構細かめ。で、ニンニクも入れて、この状態で待機ですね。レンジが鳴ったので取り出していきますね。めちゃめちゃ熱いんで、割と僕これ持てんですよ。多分普通の人持てない。結構ね、熱いのにね手が強い。でこの時にね、やけどするんですよね。こうやって開けるから、蒸気もろにかぶってこうやって開ける、こうやって開けるわけね。ではここでじゃがいもの火通り確認しますね。こういう尖ったもの、まあ、の竹串とか爪楊枝でもいいんですけど、あ、便利ですねこのスプーン。どこなんだろう。スッとねこう入る状態で、これかけすぎちゃうと角がボロボロになる可能性あるので、まあ、この時間守った方がいいと思いますね。そしたら今日はこの後サラダにするんで、ポテトサラダみたいに要は潰して和えるわけじゃないじゃないですか。だから固形の状態なんでこのまま冷やせるんですよ。だから冷やしちゃうと、お水、ちょっとすごいこと思いついちゃったんだけどさ、ポテトサラダってこうやって作ったら早いね。
でもあったかい間に玉ねぎをみたいな。あ、それやってるけど、でもそうじゃない具材の場合はこれを潰してマヨネーズ炊いたらすぐできますね。粗熱取る必要はないからね。これすぐできんね。別にすげえことじゃないけど。すげえです。あ、すげえですか。すげえですか。本当にすげえですか。水切ります。ざるあげます。ちょっとまだ水っぽいのでここでキッチンペーパーで拭いてしっかり水気切ってで加えていきます。これで全部芋が入って、あとはここに調味料を加えていく。オリーブオイル、お醤油、フレンチマスタードで胡椒で、あとは全体こうやってね。じゃがいもに玉ねぎとツナがしっかりと絡んだら盛り付けです。で最後にツナが絶対そこに溜まってるので上からかけると。なんつかな、完成です。じゃあ早速出来立ていただきます。このサラダはですね、キリッと冷やして食べてもらいたいですね。ちゃんとね、こうツナ乗っけて、ツナにちゃんとこうあえて持ち上げて食べるっていうね。いただきます。うまいや。なんかニンニクがやっぱりほんのり効いてて、淡白じゃないですよね。全部冷たいし、じゃがいも固形で結構サイズ感あるから淡白な感じしそうなんですけど、あのしっかりしてますね。うん。なんだろう。あのね、口の中でポテトサラダが出来上がる感じ。うん。こうふっと崩れる。崩れて、当然噛んどくと口の中でマッシュ状態になるわけじゃないですか。で周りに付着しているツナとネギがいつものポテトサラダみたいな味。これマヨネーズ入れたらもうポテトサラダだね、これね。当たり前か。口の中で出来上がるポテトサラダって名前にすればよかったね、これ。気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。若干。口の中で出来上がるポテトサラダって名前はいいかなと思いましたけど、アシスタントさんとですね、ディレクターさんが気持ち悪いのでやめた方がいいということで、ツナとジャガイモのおつまみサラダという名前で今日はやらせていただきます。とっても美味しいです。作ってみてください。ごちそうさまでした。